かの気ままにアルビトーク。いやー週末悔しかったですね。ねえ、いや悔しかったでしょ。悔しかった。俺もすっげえ悔しいなと思ったのよ。でもさ、ちょっと引き分けたぐらいで悔しさが湧いてくるってすごくない？すごいですよね。負けてないよ。いやだってさ、負けてないもん、ね。負けてないよ。負けてないよ。勝ち点1だもん。だったらなんならこの3連戦で勝ち点7でしょ？もう十分。もう十分十分。十分十分。なんなら前の3連戦と合わせたらもう14でしょ。すごい、すごいですよね。勝ち点すごい追ってるね。そうそうそう。あ、そうだったかって。そうそうそう。すごいですよね。完璧な結果なのに。なのにこの悔しさ。悔しい。これ贅沢だね。贅沢。いやでもなんか幸せですよね。幸せなことですよ。本当に。いや、閉まった好ゲームだったしね。うんうんうん。いやなんかそう、だから松本がすごいなんかこう攻略っていうかすごい分析してこの試合臨んでたんだなっていうのもすごいなんか分かりましたよね。分かりましたね。そうですね。そうだね。ね。お兄さんすごいですね。開口一番分析されました。2月ぐらいは言わなかった。確かに。成長してるのかもしれない。2月ぐらいは言わなかった。止まらない。すごい分析されてる感あった。あったね、確かにね。うん、そう、今季初のね、無得点だったんですよね。ちょっとね、寂しい、寂しい、まだいい、しょうがないですよ。いや、でも疲れもあったんじゃないかなと思います。それはもう ね、ありましたよ。それはそうだね。まあでもね、そう、監督もね、試合終わった後、うん、相手をね、明確に上回るプレーができてたっていうね。うんうん、はい、明確にですね。明確に、まあ監督はね、どういうところに目をつけてそういうふうに言ってるのかわかんないですけど、うん、まあ、一例としてこの枠内シュートの内訳っていうのを見てみたら、まあ、新潟三本、松本二本、大事なのはこの誰が打ったのかっていうところで、新潟はもう谷口選手なんですよ、全部ね、フォワード、はい、ただ松本は、フォワードとあとウィングバックの選手なんですね。あの前回の松本のツーシャドウ要注意って話しましたけど、その選手はまあ全くシュート打てなかった。その松本のそのワントップの下にいるツーシャドウっていうのがもうかなり守備的なプレー、うん、それこそさっきね大西さんが言った新潟対策を実行するためのタスクっていうのはね、まあ、うん、センターバックに対しては1人だけがプレスに行って、そうですね、でシャドウは、うん、あのここちょっと警戒しつつ、うん、あの出させないような動きをしながら、だこの2シャドウとダブルボランチでこの中央を完全に封鎖するような、うん、立ち位置で、でこれあのダゾーンの解説の梅山さんの解説、僕すごい分かりやすくて好きなんですけど、梅山さんがおっしゃってたことっていうのはこっちに誘導する立ち位置で守ってたっていうことでしたよね、うん、こっちに出させない、まあ、シオン選手にボールが行かないように左を、アルビの左を潰すというか、それを聞くまではね、僕は中央、ボランチを使わせないことによって、もうサイドバックにしか出させない。うん、で、ファイブバック相手はもう微動だに動かない、うん、から、前にスペースはなくて、うん、で、それを中央でずらされたくないから、中央を封鎖してるのかなって思いながら見てたんですけど。まあ、それもあると思いますけどね。うん、で結局、もう、縦の長いボールしか蹴れなくなっていた。うん、っていう、状況がにされましたよね、はい、今年のね、アルビの強みとしてはこう細かくパスをつないで、うん、こう攻めていくっていうのが一つありましたけど、 それがまあ生かせなかった。そうです ね、中央を使えなかったからうまく、なんていうのかな、組み立てられなかったっていうところですかね、うんうん、まあ、そういう意味ではね、松本は成功したんだろうけれども、うん、で本来のそのツーシャドウもね、一応フォワードの選手ですから、はい、そのフォワードの選手に攻撃をさせなかったっていうね、このやっぱり新潟の圧力っていうのは、うん、後方からのビルドアップもうまいし、うん、前にボール行けば本間志郎選手もいるしっていうところでね、うん、一応 C って言えばセットプレー含めてバーに2回ぐらいボールが新潟は当たったんですけど、うん、でもそれはもう本当にたまたまで、うん、つまりこの試合何かっていうと、うん、松本は勝つ可能性ほぼゼロだったんですよ。そう、もう負けないことだけを考えたんですよね。まあ、アウェーだしね、向こうにとったらね。だからそういう意味で一つね、新潟は攻撃っていう意味では確実に上回ってたっていう言えますよね。で、何分だったかな、後半だと思うんですけど、
あのね、この試合で本当その1回だけだったかなと思うんですけど、どう経由したか忘れましたけど、高木選手の足元に入ったシーンがありましたね。で、その時ってね、バシッと入ると、うん、で、この時にもうボランチは他ついてるんで、あらっとなった時に、うん、あのセンターバックが行かざるを得なかった、うんうん、で、そうすることでここにギャップができて、うん、スルーパスで抜け出したっていうシーンがあって、うん、ありましたね。だから、どんなにもう攻撃を捨てて、うん、勝ち点1を拾うんだっていう風にしてるチームが相手でも、うん、1回や2回はそういうチャンスはあって、うん、でそのチャンスは逃しませんよっていう選手がここにいて、うん、まあ、谷口選手入らなかったけど、うん、そういうことなんだと思う。いや、そういうことね。フォワードね、それはね、打ってさ、入るって入るし、入んないって入んないし、それはしょうがないんだけど、なんかね、でもそういうことなんだと思う。そういうことです。だからこれから、こういう少ないチャンスをいかにものにしていくかっていう戦いを強いられる状況は、これから出てくるんじゃないですか、たくさん。うん、それ3回作れてるわけだ。まあ、そういうことですよね。はい、そうそうそう。そういうシーンがね。うん、いやまあそういう試合もありますよ。あるだって、ね、42試合やってね、それ0-0もあるよ。あるよ、あるある。あるよ。てかよく逆によくこの十数試合の中で0-0なかったよね。いや本当だよね。まあね、逆にそっちがね、うん、すごいよね。その通りだもん。だからこれでね、なんか何やってんだっていうのはちょっとお門違いというか、まあちょっと全然、うん、てかむしろ面白かったっすよね。いやすごいいい試合だったよね、うん、あの松本もさ、あのやっぱりお互いやることはっきりしてるから、うん、見方ははっきりしていて、そうそう、面白かったと思う。すごい、そうそう、拮抗したいい試合でね、うん、谷口選手のね、駆け相手の、ね、最終ラインとの駆け引きなんて、うん、もう何分見てても飽きない、うん、そうね、うん、まあね、この松本も多分ね、これ確実に完全にこの千葉の戦い方をね、真似してきてると思うんだよね。千葉も 2-0 で勝ちましたけど、結構硬い内容でしたよね、うん、はい。で千葉戦ではね、このシオン選手を見てみると非常に苦しんだ数字が現れてるんですけど、うんうんうん、アタッキングサード、プレーパスともに少なかったんですけど、松本ではね、すごく上がってますから、おプレーはもう3倍、4倍、うんうん、パスもね、3倍近く、うんうん、ドリブルも2倍ぐらいにも仕掛けてますし、うん、同じようなね、守備的なチームに対して、はい、であとこのマイケル選手がね、うん、まあ、試合ご覧になった方はね、結構いつもより高い位置でプレーしてるなっていうシーンが何度かありました、うん、もう千葉戦ではアタッキングサードではプレーしてなかったんですけど、松本ではまあ6回パスも3本、うん、おなるほど、まあ、クリアもね、千葉戦ではすごく多かったんですけど、松本ではまあ2本と、うん、まあ、だからこれ見ても成長してるっていうことはね、うん、いや、してるね、お分かりいただけるんじゃないかな。同じような守備の堅いチームに対して非常に前でプレーできてるっていう、うんうん、苦手な、まあ、苦手だと思われてたファイブバックに対しても崩せてるよって、うん、面白い。あんだけ中盤狭くてもシオン選手ね、前半そのチャンスに繋がらなかったんだけど、内側に入った時やっぱりボール持てますよね、溜め、うん、は作れますよね。だからそれをなんか生かす術があればよかった、うん、とは思いますよね、最初の方。で後半全くね、千葉戦と同じようなあのディフェンダーに倒されそうになりながらもドリブル突破して、うん、ね、最後スルーパスっていうようなね、うん、再現性もこれあるっていうね、うん、ああいうシーン、うん、いいですよね、盛り上がりますよね、いいよね、でも、うん、勝てると思う、うん、うん、あ、こういうのが出てくる。何これ、まあ、今まで対戦したチームをマトリックスが、ちょっとポゼッション型とカウンター型と分けてみると、やっぱりどうしてもボールを保持にこだわらないカウンター志向の強いチームに苦戦してるというような、ポゼッション志向のチームにはもう全勝してるんですよね、うん、左側で引き分けてるチームはみんな、まあ、カウンター型のチーム。で 1-0 で勝った金沢をね、結構割と苦戦しましたよ ね、 そうですね、まあ、千葉も同様ですけど苦戦して、うん、やっぱりちょっとそういう苦手意識、傾向みたいなものはね、13試合やってちょっと見えてきたかなという気がしますよね。
いつも言ってるこの線では、うん、まあ勝つでしょ。この線ではね、もう勝つでしょ。まあ勝つでしょ。勝つでしょ。ラインまあ勝つでしょ。エリアね。やっぱりサッカーで一番難しいところが出てるってことですよね。どんな相手でもやっぱり引いて守ってくるチームを崩しきるってのはやっぱ大変だから、その一番難しいのがにぶち当たってるってことだから、これはまあある意味強いチームとして普通のことですよね。普通想定内ね、強度がちょっとカウンター気味の、そこまでボール保持にはこだわらないチームなんで、ちょっとここはどうなるかっていうね、はい、次の次？次の次ですかね。町田、京都、琉球ですね。琉球と、いいね。今、京都とか琉球、まあ、町田も上位ですよね、うん、そうですね。この辺のチームっていうのは、まあ、今アルビが首位ですから、引き分けは負けなんですよ、ね、追いついて追い越さなきゃいけないんですよね、相手からすれば、はい、だから勝たなきゃいけないから、うん、まあどっかの時間では出てくるっていうかね、リスクを取って攻撃に出るっていうことは絶対にしてくるわけだし、っていう風になったらなんか逆にその上位対決はアルビ勝つんじゃないかなっていう気は、確かに逆に下位チームに守られてなかなか取れないとかっていうことがあるかもしれないけど、だから昇格は硬いんじゃないですかね。おいやいや、マジでここで来た。さらっと。いやいや、だってでもまあ、うん、そうですよ。まあでもすごい分かりますよ、ね、もうね、例えばこれ仮に1回負けても次負けたとしても1位なわけですからね、うん、まあそういうことですね。まあまあまあ、でこれ得失点はもうそうそう逆転される差じゃないと思うんで、うん、もう琉球が10点差で勝たない限り次ね、注意陥落するパターンはないわけで10点差はないでしょう。じゃないと。まあでもちょっとこう早くもこれやっぱ1位2位3位集団とそれ以下のね、うん、混戦というような、うん、3位と4位がもう6ついてますからね、勝ち点京都。いつの間にそんなに、うん、ねえ、いやー、京都上がってすごいな。まあ、例年の勝ち点で言えばもう京都の勝ち点で多分もう1位ぐらいなんですよ。だってさ、まだ13節終了だから、うん、だいたい20後半、3分の1、そうですね、シーズンの3分の1、次でちょうど3分の1が終わると。だってって考えたら単純に計算したらですよ、うん、99です。99 いいね、単純に計算したら 100倍ペースですよ。99か。私予想で88って書いてましたもん。おって、あのボードにこれちょっと予想は超えそうね。マンドラでもないね。次、はい、町田、町田6位。あのね、あのもう分かりやすく言うともうこれ新潟と結構売り2つですね。うん、どっちかというと去年新潟がやってたようなサッカーを今町田がやってるみたいな。うん、あのストロングで書きましたけど多彩なパスワーク、うん、これも人形に引けを取らない。なるほど、うん、長いボールも蹴ってチャンス作れるし、短いパスつないで崩せるし、うん、でそのパスワークでその重要な役割をしているのがこの長谷川アーリアザス18番と10番の平戸選手ってね、この名古屋から加入したこの長谷川選手が入ったことで、まあ、長谷川選手はいろんなところに、まあ、新潟で言えばまあ高木選手みたいなタイプの選手、いろんなところに顔出してパスさばいたりしてくれてるね。フォワード、ストライカーっぽい選手じゃないですか、長谷川選手。そうですね、もともとはそうだと思います。そういうイメージですよね、うん、名古屋でも9番だったかな、長谷川、うん、今はね、だからちょっとどっちかといえばセカンドトップ気味な感じで、うん、まあもちろんゴールを決めてますけどね、うん、どっちかというとパスをさばく方。左は強いんですか？そうなんですよ、左平戸選手、まあ新潟ではもうね、本間志音選手みたいなタイプ、まあ、ドリブル、志音選手みたいにドリブルが得意ってわけじゃないんですけど、うん、なんていうんですかね、点の取れるところに必ずいるっていうね、うん、シュートも前ですね、うん、あとこうベテランの30番中島選手っていうのもね、調子いいですからね、ミスター J2 中
J2 でも100ゴール以上決めてるのかな。中島選手ってあの中島、中島勇輝、中島勇輝、うん、結局のところボール握るのはアルビってことですよね。あ、そうなんですよ。弱点書きましたけどね、うん、まあ、弱点もね、新潟と一緒で、とにかく、まあ、ライン高いんで、うん、もうその背後ですよね、うん、背後疲れて失点っていうパターンと、はい、ポゼッション型なんですけど、ボール支配率が必ずしも高くなくて、リーグ全体でも18位。ポゼッションサッカーで支配率低い。そうなんですよ、ね、監督のインタビューでも言ってましたけど、ボールをこう握りながら守備するっていうことを監督言ってたじゃないですか、うんうん、だから町田はその部分がまだできてないというか、例えばリードしたところで、逆に相手がボールに握る時間が多くなってしまったりとか、ボールをこう握りながら守備をするっていうところの域までにはまだね、町田は達してないかなという。まあそれはやっぱこうディフェンスのビルドアップ能力の差が出てるんだと思うんですけどね、うん、そこは一つ新潟との大きな違いではあるかな。守備時は結構プレスに来るんですか。来ますね、来る。もう新潟と同じような感じじゃないですかね、もう前線から高い位置で奪ってくる、うん、だったら勝つんじゃないですか。勝つ、うん、出ましたね。来ました。うん、だって普通にね、今回やできなかった、普通にね、中間経由して多彩な攻撃をできるんじゃないですか。うん、まあ、絶対に相手もね、守備的には来ないですから絶対、うんうん、監督の性格からしても、はいはい、そう、うん、ポポビッチ監督ももう攻撃的なサッカーだと思うんですよ、はい、監督なんでね、うん、もうこれ多分面白い試合になると思いますよ、うんうん、面白そうね。そろそろ元町田の鈴木浩二選手なんかも戻ってくるんじゃないですか。あ、戻ってきてほしい、うん、戻ってきてほしい、ね、そうですね、そろそろ、うん、そろそろね、あのモバールなんか見ても結構練習普通にね、うんうんうん、姿見せてますからね。本人としてもこれは出たいでしょうね、うん、町田戦には。あれ町田ってもあれ、うん、チョンテス、あ、そう、あ、そう、チョンテス選手もいますからね、町田。そうですよね、ちょっとね、怪我なんかもあって、あまり試合には出てないんですけどね、まあ、もしかしたら控えに入ってくるかもしれないですよね、うん、そうなるとちょっと怖いですよね。怖いですね。絶対、もう任してやろうっていう感じで来ると思うね。え、絶対意識するでしょう。絶対絶対何が何でも決めてやるっていう感じでね、うん、ホームだしね。そうそうそう、自分たちのサッカーでいいサッカーやって、周囲のね、ちょっと鼻をくじいてやるみたいなね、やってやるぞっていう感じで来るんでしょうけど、まあでもそれちょっと気持ちの問題では勝てないと思います。残酷だ、うん、いや、あの気持ちは大事、気持ちは決着にものすごく大きな影響があるんだけど、だけどやっぱちょっとね、アルビー正直強すぎるから、もうちょっと気持ちの問題では難しい。精神論ではもう ね、ちょっとそりゃ難しいと思う。気持ちでどうにかなるレベルではないと思う。ましてやその攻撃的なスタイルってその線でいったらなのに、さっきのマトリックスもありましたけど、その線ではもう絶対負けない。まあそもそも気持ちでも負けないですけど、ね、まあそうだよ、ね、もう大宮戦でそれは証明してるから、うん、まあ、確かに。そして今回あの松本戦で試合がすっごい悔しそうだったじゃないですか、うん、選手たち。だからその分もきっとぶつけてくるでしょうし ね、うん、そうですね、この町田戦に、うん、そうですね、1週間休めるしね、うん、し、うん、成長してますから。町田戦の試合結果はスーパー J 新潟でご覧ください。ガッツリートで、はい、ガッツリートでお願いします。 OMVP いっておきますか。OMVP、 今週のどうするかな。 OMVP スコアレスでね、スコアレスの試合のどうするかな。 MVP ということでね、結構難しい。あ、僕はこの人ですね。決めた。ナムさん誰なんですか。谷口選手。いいですね。分かる。いや、そうですよ。やっぱりね、期待も込めてね、あのやっぱり唯一チャンスらしいチャンスを迎えてた選手なんですよね。それもちろん周りのパスとかいろいろあるけど、やっぱり常に狙ってるいい位置にいたことは確かに。で、あとはもう決め切るだけですね。だって先発で出始めた頃、そういうチャンスもあんまなかったもんね。なかったんですかね。
で最近なんかコメント欄にね OMVP 監督はないのかっていうコメントがあって、僕今節は俺監督かなっていう気がします。おー、監督のやつも作りましょうじゃん、ね、監督も作ろう。マグネット松本戦に関しては監督かなという、監督の采配、交代枠1枚しか使わなかったけど、確かに大宮戦みたいに下手にね、ああいう 4-3-3 とかにしようと思ったら、これ多分相手の思うツボなんですよ。うんうん、なるほどね、うん、で監督はもうあの戦況の中ではやっぱ下手にいじらない方がいいと。うん、そうか、うん、なるほどね。じゃあ僕はね、だからあそこでやっぱ監督動かなかったっていう選択をした監督が僕は すごいなと思った。でも確かに奥深いな。この状況でみんな疲れてるのも分かってる中で、確かに交代枠を1枚っていうのは確かにやっぱそうですね、バランスを重視したんでしょうね。いや俺ね、こうしてくれとか思ってた。そう、はいはいはい、試合見ながらね、あまた 4-3-3 来るかなとかね、こうしてくれ、もうシオン選手真ん中で、うん、ミトちゃんをこっちだとか、もう最後の方だったらこの田辺選手トップだとか、いいね、なんかそんなことばっかり、そんなことさ、考えたがるやついるじゃん、そういう感じだった。そういう感じになっちゃった。現に相手もハーフタイムし、基本もうハーフタイム2人変えただけなんですよ。あとは1人はもうアディショナルタイムで変えただけなんで、相手の監督もほとんど動いてこなかった。これはだからちょっとね、アルベルト監督の凄みがやっぱ逆に出たかな。確かに。確かに。普通変えたい。そう、普通もっとやっぱ勝ちに行きたいと思うじゃん、ホームだし。で、波の監督だったらそうして逆にやられるっていう、ね、あ試合だったんじゃないかと、ね、松本さん。なるほどね、まあ、体力、選手の体力面っていうよりは試合のバランスで何がベストかっていうのをやっぱ見てますよね。なるほどね、確かに私が監督だったらその決断できないな、ね、変えたくなっちゃう、きっと、うん、そうね、なんか動かしたくなっちゃう、動かしたくなるよね。変えるだけが仕事じゃない、仕事じゃない。変えないことも判断ですからね。なるほど。確かに。そうですね。そうですね。かおちゃんどうですか？俺はね、秋山さんですね。おぉ、逆にこれも出てない。出てない選手は。秋山さんですね。いや、まあ、この試合に限らずね。この試合に限らず、うん、あの、毎試合いつも振る舞いが素晴らしい。ベンチでこう水渡したりとか、そうそうそう、こう鼓舞する感じとね、お疲れっていう声掛けと、みんなに声かけてるし、しかも監督ともすごい関係良さそうだし、まあ、ちょっとあんま本人はまあ出場機会がねなかなか得られないっていう部分はあるんですけど、自分が今できることをしっかりこうやってるっていうのがもうある全部で見てもらえるので大切なことなんですってね、うん、素晴らしい、確かに。そうですね、ベンチの雰囲気ね、そう、ベンチの雰囲気大事ですよ今、うん、すごいところ見てますね。いやベンチでの振る舞いによる OMVP です。すげえな、まあ、一応ベンチメンバーですから、ね、いやいやでもね、それは大切大切、うん、いいこといいこと、あ、そうそう、習ったことあんの、試合に出てる11人だけでは勝てないし、うん、試合に関わる18人だけでも勝てなくて、うん、練習の時からチーム全員に役割があって、うん、そのみんなの力がないと、そこは目標達成できないんだよっていうのは、そうそうそう、やっぱりチーム戦なんですよね、うん、そこはね。いいですか？お、はい、私の発表。誰とも被らなかったんです。お、私の OMVP は藤原選手。お、はい。ずっとね、OMVP は選びたいと思ってずっと取っといた選手なんですけど、それこそピンチのシーンもゴール前にいてくれるし、チャンスのシーンはまたゴール前にいるし、どんだけ走ってるんだっていうのと、フィジカルの強さは本当に素晴らしいなって、はい、思って、あれ前半だったかな、あれなんか自陣で結構 2,3 人に囲まれつつも強引に突破してったシーンだったよね、藤原選手もね、あった、あれはなかなか良かったね、うん、なんかで、なんて言うんでしょう、
シャイなんですよね。ちょっと謙虚なんですよ。そういうところも好き。はい。なんか、そう、うん、俺が俺がっていう感じの選手じゃないんですけど、ちゃんとこうチームを支えてて、そう、あの旦那さんにしたいタイプじゃないですか。わかりました。私女子目線だとそう。お、ってことで。ちょっとね、そろそろゴールもね、見たいですね。見たい。結構来てますからね、うん、ゴール来てるよ、ね、あと1本まで来てますからね、うん、ということで、はい、あ、昨日ね、テレビ埼玉の方から電話が来まして、はるかの気ままにアルビトークをちょっと真似してやりたいんですけどみたいな問い合わせが来て、ほう、これはちょっとクラブから公認もらってるんですかとか、ほう、あの副音声やった時は J リーグから何か言われませんでしたかみたいな、ほう、なんかそんないろいろ質問されて、何の許可も取ってないですそう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 って言もう自由にやってますみたいな感じで、まあだからいろいろちょっとコラボをねしたいって方がいるから、ね、ぜひコメントにね、うん、おうおう、どういろんな多分各地で YouTuber の方でね、うん、あのこれ多分個人の方でもいいやってる、いいですね、そう全然ね、いいですよね、コラボするってどんな感じ。まあ、例えば、ね、町田で言えば町田の応援してる YouTuber と、ね、なんか Zoom かなんかでつないで、ね、と町田の良さとかね、直接言うとかね、どうですかっていう、最近、ね、でその方がいらっしゃる前でまあ勝つでしょって言うんですか言うんですか、まあ言いましょうよ、で向こうは向こうで言えばいいそうそうそう、うん、そういうことでいいですよっていうよね、ということで全国のサポーターさんもご応募お待ちしてます。今日もここまでご覧いただきありがとうございました。気に入っていただいた方、高評価、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。コメントもお待ちしています。